もピアキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース How to lose IQ with fish かっこトロールということで、どうやって魚と IQ を失うことができるのかということでしょうか。まあといってもすでに魚以下の知能しか持ち合わせていないこのピオキング、どうやってこれ以上知能を低くすることができるのでしょうか。まずそれを知りたいということで、このコースをやっていけばどんどん知能が低くなる自分が見れると信じてやっていきますか。クリア率は 0.73%。 僕の名前はウオキング、あなたの名前はピオキング、二人合わせて明太子開幕バレー。何か悪夢を見ていました。ここまで戻ってくるのに2日間かかったね。じゃあここは一旦この放題に戻ったねさっきから何やってんだ。もうお遊びは終わりにしようじゃないか。一旦ここでバネを出す。そしてこの玉の上に乗っていけと。そしてこの四角の枠怪しいね。叩いてみる。そしたらピン風船。何キモコ様で、最近さワンピースの映画出たじゃん。すごい面白そうだよね。あれ見に行った方もういるかな。で、噂で聞いたんだけど、ワンピースの漫画ってもう終わるのかなと思って。いや僕ね、まだ半分ぐらいしか見たことないんだけど、全巻出たら全部見ようかなって思うんだよね。で、なんかそういうのない？全巻出てやっと全部見れるみたいな。何これ動けないんだけど。もうちょっとワンピースのこと話したかったな。レンテルさん、なんでそこから動かないの？誰が僕をやってくれるんだい？あなたですか、メカクッパ。そのミサイルで僕を撃ってくれ、頼む。命中率 100% だ。どうすればいいかわからないじゃないか。ワンピースの話に集中してしまってあ、ここビヨシンパで抜けれるんだね。それじゃあこの黄色いドカーに入っていこう。多分こっちでルート合ってるでしょう。そしてここはすぐ上に行く。そしてここすぐ右に行かなきゃまずい気がする。ナイス。そしてここはスピンジャンプできないね。多分これで合ってるの？合ってないの？どっちなの？もう積んだね。いや、あのボメこっち来いよ。何お前も捕まってんだよ。キノコ状態を残して右の土管に入れっていうことでしょう。なんでここでスピンして一旦左に逃げる。そしたら鉄球が来ると思います。そんでこのまま先に進めると、そういうことですね。さあ行きましょう。土管に一方通行ですか？ならばもう方法は一つしかありません。ここで隠しブロックを全部叩く。そしてこの下に行ってすぐ戻れば鉄球が出てきてくれると、そういうことですね。さあ鉄球よ。あいつ、あの魚には引っかかりませんでした。これで魚より IQ が高いことを証明されたんじゃないんでしょうか。さあなぜ土管に入れない？両方通行だったのか。これはその土管吹っ飛ぶ。ドカーンとな。まあ一応当てたってたこれで皆さんエアコンはいらなくなったんじゃないんでしょうか。ここで中間ポイント取らせてくれる？何もしなかった。キノコ持ってこいってこと？なるほど、さっきの青メットスピンジャンプでかわせっていうことだったんだろうね。最近さ、すごい寒いギャグを言うと思うんだけど、あれ実はめっちゃ好きなんだよねいや、それを言う自分が好きとかじゃないでさ、それを言う人が好きで僕も言ってるだけなんだけど。じゃあここでキノコを残しておけということでしたね。タイミングが分かんない。タイミングが分かんないよ。なんかタイミングを合わせる音が出てきてんのかな。ちょっと静かにして聞いてみていい？もう運ゲーと化しました。このトロールコス、ここでジャンプ。ナイス、ナイスタイミング。これでやっと中間ポイント取れるのか。さあ進んでいきましょう。で、スピンジャンプすればよかったよね、ここで。じゃあ、あの氷が溶けてスピンジャンプ。魚ー、ここもタイミングが分かりづらいな。一番上に追っておけばいいっていう感じですかね。さあ魚抜けました。ここでスピンジャンプして左で中間ポイント取れないよね。え、あれどうやって取るんだろう。あ、このボム兵が。ナイス。そしてこの中間ポイントを取る。うわー、危ねえね魚。なるほどね、このツタを伝わっていけと。ありがとうございます。いやー、ここで無事中間ポイント取れたね。そしてチビになって進んでいかなかったけど大丈夫ですかね。ファイヤーのまま来れました。これはガバ発見なんじゃない？いい意味の。終わったんですか？これもう終わったんですか？めんどくさい。頼むって。こういう新体験一番めんどくさいんだって。いや、こういう時にナイスだから頼む。なんでよ、なんで無視すんの。いつもこっちに来るじゃんか。ダメだ、僕をやってくれ。
るのは誰なんだ。いや、テレサ、やっぱこの少しずつ動いてるよね。このテレサにやられろってことなんかな。これ本当に指が疲れるんだよ。頼むって、もうちょっと早くこっちに来てくれないかな。右か、右は動かないみたいだ。左でこうやってジャンプするしかないみたいだね。少しずつだね、本当に少しずつしか来てない。僕のトークもこれ以上続きませんよ。早くテレサ、だから来てください、お願い。すいません、いつも降りたくて。もうすぐなんで、もうすぐなんで、皆さん待っててください。さあ、来るんだ。これでいいだろう。当たんないか、まだもう少しか、まだだな。よし、当たった。あー、疲れた。じゃあこれさ、早く右に行けっていうことなんかな。それともこのピンクコイン取ったせい、一旦取って、やっぱ取ったらダメなのか。多分ピンクコイン罠だね。なんで、ナイスチョップ。それじゃあここはピンクコインを取らないで進む。そしてあのコインを信用していいのでしょうか。僕は信用したいと思います。頼む、何も出るなよ。分かってんだよ、そんなことは。右下見て、針めっちゃ見えるね。よく見ておけばよかった。じゃあここはハリーのとこは注意して、ファイヤーは取らない。いや、取らない。右下に行けばバブルが落ちてくる。そうじゃないのか。もういいんだって、テレサは。頼むって。なるほどね。多分ね、あのファイヤーのところに行ったら隠しブロックがあるんだよ、きっと。それを鉄球で壊してくれるっていう感じだね。なんでここでファイヤーは取っていい。お、なんか今さ、ピンクコイン取れたんだよね。え、取っていくのが正解なんかな。そしてここで待っておけば鉄球手に入れれるっていう感じでしょ。鉄球じゃねえ、あのファイヤー手に入れれるっていう感じでしょ。あれ、落ちてこんね。右に行けみたいな。なるほどね、これで鉄球が落ちてくるのか。そしてこのフラワーを取って先に進めと、そういう嫌な予感しかしない。なんで今バブルが落ちてくる。またお前か、やっぱり。なんで当たんないの。ちょっと足かすんでるじゃん。え、左、え、こういう死に耐久もしかして。めんどくせ。このちょっとバネの引っ込んだ時を狙えという感じでしょ。いや、まあこれはでもそんな難しくないね。あっつ。え、ここのピンクコイン取ってっていいのかな。どっちなんだろうね。あの砲台に引っかかるときと引っかからないときがあるんだよね。それじゃあここは一旦何もしない。そしたらバブルが降ってきたでしょ。よし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 、オッケーオッケー。それじゃあ青い土管に入っていきましょう。次は何だろうね。この次を超えると中間ポイント2位がもらえるような気がするんだけど。そしてここは危ないね。笑うな。なんか今めっちゃ笑われた気がするんで、笑い返してやろうかなと思います。完全に理解したね。ここは右押し一派だよ。そしたら抜けれるっていう感じなんじゃないかな。オッケーオッケー。そして次はどっち行こう。右のハテナが怪しいね。左下のリフトはもう無視していいよ。あのリフトは無視して、このまま上に行きたいと思います。僕はさあ、この50コインを求めていたのさ。この50コインに何の意味があるかって。なんもない。じゃあここはリフトが来るより早く下に行けと、そういうことですね。そして音符を叩く以外ない。どうなる。うわー、カシャン、ナイスカシャン。ダメじゃねえか、カシャン。ちょっと待ってね、ここはカシャンするなっていうことだったよね。じゃあ何もしなかったら先に進めるということですか。そしてここのピースイッチは押したらダメだね。なんでこのまま先に行きた。はっ、いや、まだこのピン押せない。押せちゃうやん、それ。右手当たっちゃうやん、かわいい。そのピンスイッチ、何この判定、当たり判定おかしいんじゃないんですか。任天堂さん、早急にアップデートお願いします。ここはあのピンスイッチを押して右にダッシュする、それが正解。カーッ、テイク2アクション。僕らに明日を見させてくれるピンスイッチ、その力を貸してくれ。そしてこのまま右にダッシュしてジャンプ。何もないのか。なるほど、あのピー風船を取るとそういうことですね。魚は無視していいでしょう。そしてこのまま右に行って、ハテナブロックはなんだ、一旦叩いてみるか。怪しいな、このハテナブロック。はっ、いや、まだぬるいぬるい。僕はこのハテナを叩くなっていうこと。そしたら先に進めるのか。ハテナブロックがあるっていうだけでブラックパックが出てくる仕様になってるのはね、まだ慣れないね。それじゃあここは一旦右は魚か。そしてこの左は何でしょう、これ。アイテム以外にないよね。右に、ハロー、どうもこんにちは。ハロ
うこんにちはのところだけ理解しました。ここはジャンプしてすぐ右にダッシュ。はい。もう分かったよ。このコース、トロールコースだね。じゃあここは一旦四角の枠叩いてみる。そして何もしなかったら話し裏しました。もうすぐ中間ポイントが近いはずなんだ。踏ん張れビオキング、このバネは何だ。危ねえ。何やっちまったな。ここどうすればいいんだろう。叩いてできるだけ左に逃げてみる。そしたら大丈夫なんじゃないかな。そんでこのツタに登っていけという感じでしょう。さあ上か下か、どう行こう。あれ魚のような気がするんだよね。そしてこのクッパクラ怪しいな。なんだお前は。ここはなんかあったよ、なんかあった。ジャンプ、いやいいでしょこれ。ダメなんかーい。頼む。いやこれはまだチャンスあるよ。どっち行こう。右に行ってこのドア、いや正解だったんじゃない。で多分これ正解でしょ。中間ポイントはまだここ、隠しブロックあるんじゃないの。今の魚には引っかからなかったっていう感じ。もう引っかかっていいよ、そろそろ僕は上に行きたいと思います。こっちが正解、頼む。うわどっちだろう、右行ってみようか。めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。あっあっどうしたよこれ。あーなるほどね、多分ファイヤー取ったらいけなかったんだろうね。あこっからじゃん、やったね。ここ中間ポイントになってるんだね。てっきりさ裏にキノコがあったんかなと思ったら中間ポイントに取れてたんだ。もうわかんないよ、さっきと違うパターン来られたら僕はどうすればいいかわかんない。じゃあここで一旦敵が来るんで逃げておく。そしてさっきのファイヤーは取ったらいけなかったよね。でも今度は取っていい、そういうことなんじゃないんですかね。なんか今 IQ 低くなってなかった、大丈夫かな。このコースの設定通りになってるかもしれない。じゃあここはバブルが降ってくる。なるほど、ボム兵っていうことね。ちょっとこっち来すぎじゃないんですか。てんでい、このボム兵を踏んで上に行けば逃れられるっていう話じゃないんですかね。はい来た、 IQ150 ゲット。そして音符を叩く。そして雲か、この雲に乗ってこの土管に入る。いや絶対そうだよ。さあゴールよ。ヒントどういうことなんだ。あ雲に乗ってファイヤーフラワー取れってことか。そしてこの下に行けっていうことなんじゃないかな。なるほどね、面白い面白い。これが高 IQ 同士の戦いだね。実際さ IQ っていくつぐらいあるんだろうね。いや調べ方もわかんないさ。これはうわどうしよう、オンオフして上に行く、これが正解なんじゃないかな。あ、ジュゲムが消えたようか、あれは。なんでここでファイヤーを溶かして下に行けばゴールがあると。何その顔。なんかすげえ腹立つんだけど、あの顔は。え、こっち違うみたいな、そんな感じ。一旦当たってチビになっていこうか。さあどうなる。来た、なんでなんでねえ、なんでよ。いやこれは鉄球、そしてゴールができるみたいな。頼むって。オフオフを変えて、やった来た。やめてやめて、当たってる当たってる。いやもうなんかゴリ押しでいけてるな。頼むって。いや、ね、もう早くあれ出してってな。なんだよこれは。いろいろもう全部かわしてるの、逆にすごくないかこれ。え、マジでいけないんだけど。もしかしてこの状態だったらゴールできるみたいな。やったいや最後の敵ラッシュかわしたのめっちゃすごくなかった。いやオチとしてはどうかなとは思うんですけどね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオシューリンガンということで、このねシューリンガンってなんかなって思ってググったんだよね。そしたら鉄球のことをシューリンガンって言うらしいよ。でね、このコースツイッターで教えてもらったんだけど、サムネを見る感じあの土管すべてから鉄球が出てくるっぽいんだよね。しかもいろんな色の土管だからさ、出てくるタイミングっていうのは全部違うわけなんですよ。まあまあそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.4%。 まあといってもこういう系のコースって出てくるタイミングを一つ一つ覚えていけば簡単にクリアできるはずなんですよ。シューリンガーン絶対言うとでしょ、僕がシューリンガーンって。いやそしてこれ全然わかんないな、どのタイミングでいけばいいんだろう。最初ちょっとよく見ておくね。それじゃあ一旦何もしないでよく見ていきましょう。全然わかんない。
よ。こうなりゃやっていって覚えるしかないね。まず適当にちょんちょんちょんは無理でした。じゃあ一旦青ブロックのところで待っておく。頭パッカーン。青ブロックのところで待ってはダメ。そしたらここで緑ブロックのところに行く。そしてこの上行けそうじゃなかった。なんか行けそうだったよね。なんで最初に緑の鉄球が出てきて、それを通り過ぎた後に緑に行く。そしてここですぐ上。いや、このタイミングがめっちゃ難しいね。絶対それだよ。まあそれ言ったとしてもすぐクリアできないと思うんですけど、ここからすぐ上。やった、行けた。あ、なんか行けそう行けそう。いや、これもうクリアできるよ。これいけるよ。 0.4% めっちゃ早く攻略できたんじゃないかな。だからここですぐ上に行くでしょ。そしてゴール。邪魔すんか無機物。なるほどね、最後が難関とそういうことでしょう。しかし僕にはもう攻略法が読めてんだ。ここで上に行って電気をかわしてゴール。これめちゃくちゃ上手くなかった。自分でもちょっとびっくりするぐらい上手かったとは思うんですけど、しかも最速クリア取ってます。いや、すいません、なんかこんなに早く終わると思わなかった。どうしよう。いや、もうさっきのトロールコース結構長かったと思うから終わってはいいと思うんですけど、どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてぴよキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。